ごめん、本当にごめん、ガチごめん、ガチごめん、本当にすいません、遅れました。ちょっと走ってきた。いや、あの、ガチで、はい、バスがね、めっちゃ遅れるんよね。え、今日私も遅れました、20分。あ、本当に。で、しかもさ、その同じ、その前もって出るってなったわけよ。その前もって出たね、バスのね、全く違うから、もう人パンパンやったわけ。あ、同じです。で、そうだけど、さすがにこれ乗れんと思って諦めて、その後何分後に来るみたいな人に乗ろうと思ったけど、それもめっちゃ遅れたみたいな。じゃあ、とりあえず乾杯。はい、乾杯。はい、ということで、リコでーす。今回リコとは、カラオケにやってきまして、はい、まあ、一緒に歌を歌ったりとかしようかなと思います。はい、まあ、あのもともといろいろ考えとったけど、まあ、リコは何が好きかなと思って最初、まあ、メイクとかの方をね、うん、しようかなと思ったんですけど、でもなんか、まあ、メイク好きとかは聞いたことなかったけど違うことがいいなと思って、そしたら、まあ、歌が好きって言ったけん、まあ、歌に関することといえば、まあ、カラオケやなと思い、嬉しい。そう、まあ、リコのファンの方も多分リコが歌いよう声聞けると思うしね、はい、普段リンクの服しかほぼ歌わないで、まあ、桜のファンも桜が歌いよる声とか、うん、これで聞けると思ったのでカラオケにしました、はい、なので、まあ、やっていきたいと思うんですけど、多分 リコは、まあ、令和系が多いよね。多いですね。だけど桜はもう平成系で、まあ、多分お互い本当によく分からん曲なかったと思うけど、まあ、なんか採点とかでするの。しっかりしてきたな。はい、ということで、はい、リコと、まあ、4曲ずつね、はい、歌いましたが、まあ、あのなんか言いづらいけど、まあ、見事私が勝利で、でもね、あのカメラ回ってないところではリコ91点出したし、まあ、実質同じ点数やったということにはないんですけれども、どうでした、楽しかったですか。楽しかったです。2人で話すことほぼないもんね。ないですね。マジでないよね。うん、その南が気まずいみたいな、さくらと。だけん、もう気まずさを、うん、見越すためにしよったけど、一番最後にもう10のうち、うん、まあ8ぐらいでしたよ。だけど、そんな変わってないよ。なんか南が気まずいって言うけど、桜もなんか気まずくなるやん。うん、でもリコはなんか意外とそんなことなくて、まあ、気まずいって思っとるかもやけど。いや、思ってない。みんなに聞きようけどさ、うん、なんか桜と話しづらい。話しづらい、うん、話すことないですもんね。やば。いや違う違う、うん、そういうことじゃない。そういうことじゃない。うん、いやいや、そのあれネタみたいなの、あの塊でいるじゃないですか、ね、うん、確かに。で、まあ、みゆちゃんとかゆみさんとかでいるじゃないですか、うんうんうん、私はあのれいちゃんとかりおなさんといるから、うん、そうね、確かにこう、うん、一緒になってみたいなことね、うんうん、確かに、まあ、学校で言うとグループ分けがされとってみたいな感じだね。確かに。でも一番リンク入る前のさくらの印象と今の印象変わった、うん、どうやろう。最初、ああ変わりました、変わりました。最初はどんな印象やった。最初はなんかめっちゃ真面目な人かなって思いました。ちょっと待ってどういうこと。違う、違う。いやいや、素直に言ってよ。いや、めっちゃ真面目で、うん、めっちゃ固い人かなって思います。そう思ってたけど、千秋さんみたいな感じ言うたら、うんうんうん。メンバーの中で一番そう思っとった、さくらが。はい、マジ。ゆみさんとかよりも。はい、でも、なんか話したら、うん、めちゃふざけるんだなって思いました。マジ。だから、いい方、うん、に変わりました。あ、じゃあ絡み出し、でも知ってきて、うん、あ、真面目じゃないんだって思ったけど、いや、話しやすいな。あ、本当に。いや、話しかけづらいっていうか、いや、大丈夫、あの、みんなそれ言いよけ全員同じこと言いよけ、大丈夫。いや、でも、まあ、話せると思うんです。あ、嘘。あ、まあ、じゃあそれはよかったです、うん、か絶対言うもんな。この後、まあ、次、まあ、普通に撮影上、レイ、うん、レイと撮影するけど、レイも絶対言うよね。うん、喋ろ、れいちゃん。喋れないです。なんでよ。なんでよ。あの、好きだから、うん、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい。急に恥ずかしい。で、れいはさくらのことをさ、こう好きって言ってくれようけどさ、うん、一番話してないけどさ、リアルに。本当に話してないし、うん、っていうのはあるかな。1年、本当1年経ったけどさ、うん、
ほんと話さないで仲悪いわけじゃないですよ。そう、仲悪いわけじゃないんですけど、さくらは基本あんま純喜とあんまそんなにね、絡まんっていうか、うん、なんて、まあ、自分もそのなんていうとかいな、一人でおる時があるって多いけどさ、うんうんうん、まあ、話しかけられたら話すみたいな、うんうん、かもゆうみさんかみたいな感じやけん、うんうんうん、あんま話さんけど、うん、残り2ヶ月ぐらいだけんね、ちょっと今までよりかは、まあ、ほんと少ししかないけど、はい、まあそうね。でもリコはどういう風にさ、こうなんていうとリンクとしてなっていきたいんやろうと思って、でさ、ファンのみんなもさ絶対思っとうかもしれないし、今このタイミングで、うわ、グループにいて、うんうん、実力面で最強兵器になりたいです、うん、うん、なるほどね。歌とかダンスとかを、うんうん、もう最強にしたいです。なんかファン、リコのファンの人が結構さくらのさ物販に来てさ、なんかリコをなんかいろいろ教えてあげてみたいなやけどさ、何よって思いやってでもリコはリコなりにさ自分の中のさ、こうアイドル像があるわけやってみたいで、さくらもさくらなりの自分の中でのアイドル像があるわけでさ、でも10期生の中でやっぱパフォーマンスはもうリコが一番いいと思うし、やっぱりそのリハーサルとか見たりしよって、それは本当にあのゆうみさんとかが何も言いようし、うーん、まあ、研究生の時からさ、まあ、パフォーマンスはまあピカイチやったんやもう絶対リコは絶対リンクには欲しいって思いよったけ ん、 うーん、でも今になってもその一緒にステージ立っとう時は見てないけん分からんけど、うん、3人 の、 そのリハをしよう時とかを見たらやっぱリコに目は行くっちゃう、へー、そうで歌もさ、うん、リコが歌ってない時はすぐ分かるし、その3人で歌って、うん、あ今でもリコが入ってきたらリコ感が出てめっちゃそれも感じるし、歌はね、うん、と誰よりもうまく歌えるように絶対なっとってもらいたいなというかもあるし、まあ、さくらがおらんくなるけんさ、まあ、歌のパートも多分これから増えると思う、うん、今ちょっと全部取っちゃったからね、ゆうみさんとさくらが多かったりとかしようけど、でもリオナとかも、うん、もう最初の頃全然歌の パートとかなかったけど、今結構もうもらえとったりするやんか、うんうんうん、だけどそんな感じで多分リコも今から誰かがおらんくなるけんそこを埋めないかんくなるわけやん、うんうん、だけど、まあ、リコもさくらが歌うたパートとかも増えていくと思うけん、まあ、歌はこう自信持ってグループでやるわけんさ、うんうん、まあ、自分なりの歌い方とかしにくいかもしれんけど、ソロのところとかは、まあ、自分らしさを出しつつメンバーでみんなで歌うところはこう合わせるみたいな気持ちでやっていけばもう良さそうやなと思うけん、歌を、まあ、今も頑張っとうしすごいし分かるけん、そこを頑張りつつ、なんかあるさくらに質問したいことみたいな、一番大変だった時期、一番大変だった時期、あ、でも思うのはリオナとミユが入ってきて9人体制になった時に、まあ、めっちゃ9人のリンクがいいって言われよったんちゃう、そのファンの方たちで、自分たちもめっちゃ今の形が最高にいいって思ったけど、その朝香さんとマイナとチサが一気に卒業して6人になってからがもう本当に大変やった、やっぱさ3人一気に減るってことはさ3人分のファンも減るわけやん、でみんなアイドル活動するわけでもないし事務所にも残らんけ一般人になるけ、まあ、その分3人のファンはもう離れていって一気に半分以上は今まで来よった人がおらんくなるわけよ、でプラスなんかゆうみさんが結構その時個人仕事が多くてライブにおらん時がめっちゃあって、確かにそう5人でよくライブをしとったっちゃうね、北九州とかでその1部2部とかやったけど全然人来んし、もうどうしたらいいんやろみたいになってたし、こうパートがうちらに回ってくるし、さくらたちも別にずば抜けて上手い歌が上手い人もなかったけんどうしようみたいな、 MC も面白くできんしで、リオナとミュウもまだ入ったばっかりやったしみたいな、もうそれが一番結構辛かった、ファンの人がおらなくなってもう自分たちもフォーメーションとかいろんなバージョン作らないと、5人バージョンとユミさんのバージョンとみたいな、それが一番結構今までは別にそんなに大変とか思わなかったし、まあ、なんとかなるやろみたいな感じだったけど、その時は一番なんか終わったと思う、へぇ、うん、確かにそれは大変かな、
それかな。なんかそれ以外は別になんか多分さくらの性格上なんて、なんか寝たら忘れるタイプなんか悩みとか嫌なことがあってもすぐ忘れよったけん、なんか壁にぶち当たるみたいなことが今まで本当なかった、ね、そうなかったんやけど、その6人になった時は結構どうしたらいい、やめたいとか思わなかったけど、どうしたらいいんやろっていうのをずっと考えよった。そんなことはもうないと思って、まあ、違うことでね悩んだりするかもしれない。なんかある、もしさくらがさ、じゃあ抜けて不安やったり心配なこととかってある？でもそれこそ、うん、さくらさんが抜けたら、うん、さくらさんのパワーが強くなるかもしれない。そこからの立ち直りが、うん、確かにね言ってますよ皆さん。確かに桜推しがね、桜しかみんな好きじゃないし、うん、その二推しとか三推しを作らんけんね。確かにそれは。でも今こうやってなんか桜推しの人も絶対見てくれるわけやんで、一人ずつ2個だったり、まあ、みんなの誰とか一人ずつ見てって、あ、この子はこんな感じなんやと思って、うん、ここで魅力を伝えて、うん、2個の良さを知って2個推しになるチャンスもある。逆にそうやって、まあ、残り2ヶ月ぐらいやけど、さくらさん推しを取るぞっていう気持ちで、リコはね、はい、他の、まあ、10期生もそうやけど、うん、こうしてったらいいんじゃないかな。頑張ります、うん、10代やし、リコがリコとかさ、ミナミとかレイが降り続ける限りリンクは続くけどさ、しかもさ、なんか結構リコはキッズからやってきとってさ、他のメンバーはさ、研究生からやったらリンクの歴史とかってあんまり知ってない、でもリコは結構もうずっと見る動画はやけん、そのリンクの歴史とか、そのなんか大切さとかを多分一番感じれるタイプと思うけん、なんかその1期生とか、まあ、1期生とかさくらとかがなんか今までそれをなんていうの、心に秘めながら大切にしてきた部分をなんかリコには受け継いでほしいなと思って、その大切にしなきゃじゃないけど守っていくんだっていうのを受け継いでもらいたいなって。リコパワー、はい、よろしくお願いします、はい、残り2日ですので、はい、という感じですけれども、はい、なんかじゃあポテトあるのでね、食べましょう。はい、カラオケ企画でしたが、ありがとうございました。楽しかったですか？超楽しかったです。でも本当にさくらメンバーとカラオケ行くのとかも、うん、ほぼもうゆうみさんとミウぐらいしか行ったことなかったけん、うん、10期生で、まあ、初めてというやった初めてでしたよ。まあ、リコはやっぱね歌がうまいけんね、まあ、ほんと令和と平成っていう感じで、うんうん、まあ、あの見てくれた方も楽しんでくれたんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで今回の相手はリコでした。ありがとうございました。グラデュエーションツアーディアユー、7月24日の福岡から始まって8月20日はラストステージ福岡で行われます。福岡と大阪と名古屋と東京に行きますので、ぜひ皆さんに来てもらいたいですし、最後のユナイテッドラボで行われる卒業ライブは一人でも多くの人に入ってもらいたいということで大きい会場を選びましたので、ぜひ皆さん遊びに来てくれると嬉しいですし、最後の荒木さくら、リンクの荒木さくらを目に焼き付けてもらえると嬉しいです。お待ちしております。詳しくは概要欄をチェックしてください。以上、荒木さくらでした。バイバーイ。